三木市口岡和町の古刹、蓮華寺です。本堂から一段高い場所に打法堂があります。かつての大伽藍は戦国時代の戦火によってすべて失われました。その後、江戸時代に再建されたのが現在の建物です。打法堂も延享4年1747年に再建されたようです。